皆さんこんにちは、ヨッピーです。こんなことある？ディズニーランド最新パークニュースでお届けしていきます。ドナルドのクワッキーセレブレーション、ドナルドザレジェンド、ドナルドイベントを楽しむために今回ディズニーランドに行ってきました。ぜひともこのパークの状況を見ていただいて、皆さんに素敵な一日を過ごしていただければと思います。では早速中身に入ってまいりましょう。この動画を見たらわかること、今の最新ディズニーランドの過ごし方、パークの状況を知ることができます。私の主観も含まれますので、参考までにお願いします。では早速中身に入っていきたいと思います。まずですね、4月の14日日曜日、パークに行ってきました。この朝の時刻、6時40分ぐらいとなります。朝からですね、多くの人が待っておりました。で、まあ、この日の天候は晴れということで、今回はね、風キャンはおそらくないんじゃないかなと思います。で、荷物検査がね、ちょうど7時から始まるということで、パーク始まるのも待っておりました。まもなくパークがオープンします。今何時ですか？ 8時23分。で、この日ね、ちょっとびっくりしたのが、パークなかなかオープンしないなということで、いつもはね、通常より早く開園するんですけれども、日曜日ね、9時開園でした。なので結構待ったなっていう感覚ではありました。で、9時3分、インパすることができました。では早速一つ目、朝一やるべきこと、実際にやったことを元にお伝えしていきたいと思います。では現場から行きましょう。さあ、入りました。よし。うわ、すごいな、ドナルドがいい感じですね。ディズニー&カンパニー、それぞれ何時？午後がいいな。1時とか10時5分。かわいい。1時5分にしたよ。うん、取れた。キャッスルフォーコート。おー、すごいじゃん。やったー、キャッスルフォーコート前取れた。え、プライオリティパス。オッケーオッケー、プライオリティパスやる。すげー、エスペースマウンテンでいい。ワッフル？あ、本当だ。空いてるね。本当だ。大丈夫。はい、ということで朝一やったことを皆さん分かりましたでしょうか。まずスタンバイパスを取得しました。そして、DPA ですね。まさかドナルドのパレードね、白前 DPA 取れるとは思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、プライオリティパスはスペースマウントをね、取得しました。なので、ぜひ皆さんね、これやっていただければいいかなと思いますので、朝一、ちょっとね、忙しいんですけれども、まあ、まずね、早くパークについて早めに入るということが大事かなと思いますので、やっていきましょう。二つ目、ドナルドのグリは要注意ということで、行ってみましょう。一発目はドナルドのグリーティング行ってきます。結構待つかな。なんと皆さん、クラブマウスビートもマジカルミュージックワールドも当たりました。くー、来てるね。最近あれですね、ディズニーシーでもビッグバンドビートとジャンボリで、ジャンボリはまあやんなかったけど、ダブルだったって、ダブルダブルで2回連続来てます。神社行ったからね、ゲッターズイーラさん。いや、最近ね、すごい神社行ったんですよ、うん。なので皆さんもね、よかったら茅場町にある小綱神社行ってみてください。小網神社だそうです。いやー、よかった。今日、はい、めっちゃ早く帰れたし、強運ブレス。なるほどなるほど。いやー、やばいな。ということで一発目、今9時15分、ドナルドグリーティング行ってきます。めっちゃ混んでるかもしれないけど。わあ、いるね。40分ぐらいじゃない、これは。すごいいらっしゃるよ。どんぐらい？1時間。
1時間だね。デジ行こう。ドナルドはね、朝一60分待ちでしたので、まあ、デイジーがね、25分待ちだったので、デイジーに行きました。ドナルドはね、フリーグリーティングで会えるっていうことをね、考えて、まずはね、デイジーちゃんに会いに行きたいなと思います。こんにちは。どういっしょ。ありがとう、かわいい。かわいい。あ、はい、こんにちは。あ、すごいニコニコですね。ありがとう。いや、デイジー可愛かったな、ね、余韻にしたってね。明日誕生日って言ったらくるくる回ってくれたね。わあ、すごい喜んでくれました。いやー、よかったな。33歳になります。いいんですか、こんな33歳とは言わなかったけどね。大丈夫ですか、こんな大丈夫でしょ。はい、ということで、デイジー最高でした。やっぱね、誕生日の日はですね、グリーティングに行っていただいて、ぜひともキャラクターの皆様にお祝いいただくっていうことは楽しいかなと思いますので、やってみてください。ではね、ここからフリーグリーティングでドナルドに会えないか、ワールドバザールの方面に帰りたいと思います。ドナルドがいっぱいだわ、素敵。ありがとう。ドナルド、バイバイ。という感じでドナルドね、いました。デイジーちゃんも見かけました。あれ、さっき見たのにと思いながらね。ぜひですね、皆さんワールドバザール方面行くとドナルドとかデイジーとかキャラクターいっぱいいますので、プルートもね、グーフィーもいましたね。行ってみてください。で、今回の装飾も非常に可愛いですね。ドナルド、クワッキー、ダックスチーって書いてあってね、ドナルドのね、いろんな、例えばベストダンサーになってるとか、こうベストのね、とてもファッショナブルな人になってるとか、いろんなドナルド見れますので行ってみてください。で、ゴミ箱もね、ドナルド仕様になっちゃってます。はい、パラソルもドナルドですね。白前もね、ウェルカムトゥダックシティという形でですね、装飾されてますので、見に行ってください。三つ目、ショーの完全版はどうなのか解説していきたいと思います。今回大変ラッキーなことに二つショー当たりましたので、解説していきたいと思います。来ました、フォレストシアター。久々だな。完全版だったんでね。完全版だったんですよ。で、途中退出はご遠慮ください。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。それでは開演までしばらく。いやー、めちゃくちゃ良かったね。めちゃくちゃ、なんかキャラクターもすごく増えたし、演出もなんか席まで来てくれるしね、一体感が良かったね。いや、めちゃくちゃ良かったんで、ぜひ見ましょう。全席、実席もあるんで。ということで、マジカルミュージックワールドを見てきました。上映中の、ね、撮影はできないので、詳細はなかなかお伝えしにくいですけれども、キャラクターがね、増えましたね。結構なんか海外のダンサーさんとか、あとね、大人気のキャラクターのあれが増えたりとかね、いろんな方が増えてね、もう本当にスケールがアップしたなって感じがありました。ステージから客席に降りてくる演出もありますので、大変興味深かったです。で、その後はね、スペースマウンテンのイベントに行きましたね。で、写真撮影のね、ブースもありまして、40分待ちと言われていました。ぜひ私も最後ね、ここで乗って写真撮りたいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。今回もスペースマウンテンに乗りましたら、なんと出たところで、あ、New Future Awaits in 2027 と書いてありました。まさに2027年、君たちを待っているよというような言葉があって、ちょっとね、うるっとしちゃいました。あと5回ぐらいは乗りたいなと思います。シールゲットしました。かわいい。Before the future begins. Final ignition.
クラブマウスビート、いや半年ぶりぐらいに見ました。やっぱりこのショーはいいですね。何よりもね、今回良かったなって思えたポイントはミッキーたちが客席まで降りてきてくれたことです。最高でした。ぜひご覧ください。いやー、こんな近くまで来てくれるんですよ。もはやねパニック状態でしたね。あとね、ミッキー、ミニー、プルート、外の方向けにもね、パフォーマンスしてくれるので、当選しなくてもね、見れるチャンスがありますので、皆さんね、もし当たらなかった場合も、外で待機していただけると、キャラクターたち来てくれるかと思いますので、やってみてください。はい、ミニーちゃん可愛すぎますね。もう、キュンシしちゃいました。いやー、どうしましょうって感じでしたね。もうなんか、ありがとうって感じでした。ぜひともね、皆さんも、クラブマウスビート、全席指定席になってるんですけれども、まあ当たらなかったとしてもね、外で見ていただければ、最後キャラクターたちがバーッと来てくれますので、楽しみにしてください。四つ目、ドナルドグッズがないということで、スタンバイパスゲットしましたので、ドナルドグッズ買いに行っちゃいましょう。なんだろうね。桜じゃないこれ。レストラン桜だよね。壁。改装中ってことじゃん。じゃない？ディズニーのカンパニーに行きます。まずこのドナルドのね、ミニバッグ大変可愛いですね。笑顔が素敵です。で、今回私が探したのはこのグワグワスティックでございます。グワグワスティックもかなり人気でみんなゲットしていたなっていう印象がありました。で、私もね、どれを買ったかと言いますと、こちらですね。やっぱこの黄色のダック、かわいいですよね。なんでこれをね、見事にゲットすることができました。かわいいね。サングラスいいね。これは。レジャーシー。かわいいじゃん。めっちゃ可愛いじゃん、ピンちゃん。欲しいの。買う？欲しいけど、雨がないから、ね、買ってあげようか。買ってくれんの？ああ、いいよ。優しい。タオルはいらん。スマホアクセサリー。あ、スペースマウンテングッズもある。はい。で、こちら、スペースマウンテンのグッズもたくさんありました。もう一部ね、売り切れちゃってるものもあったといえばあったんですけれども、まだね、トミカとか、あとはですね、プラネタリウムとかね、そういったグッズはあったなと思います。もうミッキーのね、ぬいぐるみバッジも残念ながらありませんでした。そして、購入した商品をご紹介します。いや、俺は。さあ、なんだ。なんだ、なんだ、なんだ。これだ。いいじゃん。かわいい。いいね。かっこいいね、これ。かっこいいじゃん。キラキラしてて。かっこいいやん。ね、いい感じ。買いました。かわいい。これ癖になっちゃうな。こんにちは。サングラスがドナルドサングラスになりました。こっちこっち。ちょっと車高は弱めですね、これ。おしゃれなのかな、分かんないけど。ディズニー的に言うとおしゃれですね。その他の購入品もご紹介します。まずドナルドの巾着3枚セット購入しました。3つのね、イラストが描かれていてとても可愛いです。皆さんはどれが好きですか？そしてスペースマウンテンのトミカ買っちゃいました。いやーもうこれをね、一生大事にしていきたいなと思います。ミッキーがね、レールの中に描かれていて、それもまた素敵で可愛いですね。こう連結させることができてね、まあ男性にはめちゃくちゃ好きなグッズですよね。そして、この日ですね、ドナルドのぬいぐるみバッジ探したんですけど、どこにもなかったですね。でもね、唯一、これがありました。かわいいね。買っちゃいました、思わず。1500円。かわいいね。
いやドナルドとデイジーのキーホルダーセット、めちゃめちゃ可愛くないですか？皆さんもね、まだ買えるかなと思いますので、よかったら行ってみてください。5つ目、ドナルドパレード、白前 DPA のリアル評価、やっていきましょう。ということで、今回、ドナルドのパレード、白前ゲットしました。では、早速見ていきましょう。白前で見たときに、非常にいいなって思ったのが、まずピートとね、素敵なお兄さんが二人でやってきてですね、まず白前の方向けにね、二人で楽しいショーをね、繰り広げてくれるんですよ。これがまたね、楽しかったですね。しかも今回メガホンでもって、実際にね、その現場で、ピートと一緒にやり取りをしますので、非常にリアル感があっていいですよね。そこからね、ミッキーフレンズ、そしてドナルド主役が登場するんですけれども、もう本当にね、音楽といいね、ドナルドをみんなで称え合うスーパースター、褒めるというね、最高の舞台だったかなと思います。で、ダンサーさんのダンスもね、めちゃくちゃキャッチーで非常に面白かったです。で、二部構成になってるのが非常に良かったっていうのと、あとこの白前のところでね、巨大ドナルドバルーンが出てきましてね、その演出もまた非常に面白かったなと思います。皆さんもね、白前 DPA 本当に買う価値あると思いますので、よかったら行ってみてください。そして今回みたいにね、通常エントリーでも白前取れる可能性っていうのはありますので、ぜひ諦めずにチャレンジしてみてくださいね。いやー、めちゃくちゃいい日になりました。なんか楽しすぎて大丈夫かってなっちゃったね。現実が心配です。いやー、楽しかったな。もうね、ドナルドが偉大なことを知ったよ。カリブだけだよ。あー、プライオリティパス。カリブだけじゃない。いや、今日のね、回り方は正直あんま参考にならないと思う。いろいろ当たりすぎたし。アマダジャスがいる。ジャスミン。ジャスミンがいますね。かわいいね。ジャスちゃん。いや、楽しかったな。いや、クワッキーダックシティ最高です。ぜひ皆さんも行ってください。今日はもう帰ります。いい日になりました。ありがとう。はい、ということで非常に神がかった一日、あまり参考にならなかったかもしれませんけれども、ぜひね、皆さん今のドナルドパルパルーザ第2弾非常に楽しいのでやってみてください。ぜひね、皆さん遠方からお越しの皆さんはもうね、まさにこのドナルドのパレード、白前はよかったら撮れたら撮っていただけると最高の思い出になるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画を見てパークで素敵な時間になっていたら嬉しいです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。インスタもフォローいただけると嬉しいです。TikTok もやってますし、最近はパークでの X やってたりもしますので見てくださいね。では今日のヨッピーの一言です。ディズニーランド4月。いやー、結構ね、閑散期なのかなっていう思うぐらいですね、人が結構少ないっていう印象がありましたね。やっぱり4月はね、結構過ごしやすいです。まあゴールデンウィークは結構混むと思うんですけども、ゴールデンウィーク明けた5月のね、まあ2週目以降も比較的過ごしやすいんじゃないかなと思っております。ぜひとも皆さんがパークで最高の時間過ごせることを願っております。私自身はですね、やっぱり今日ね、デイジーと朝一会って、そして誕生日おめでとうパチ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 ってくるっと回転してくれたのがね、何よりも嬉しかったです。ぜひともお誕生日ディズニーの皆さん、シールをもらうのももちろんですが、グリーティングも行ってみてね。ということで今回は以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またね、バイバーイ。